70年代から80年代にかけて F1 に参戦したホイールメーカー ATS。 小規模な体制で決してその成績は成功したとは言えないものでしたが、フォーミュラカーの常識を変えるある革新技術を F1 で初めて採用していたことをご存知でしょうか。皆さんこんにちは、モーター天国のレインです。今回はかつて F1 に参戦した ATS の歴史エピソードを解説していきます。このチャンネルでは F1 グランプリに関する様々な検証、解説動画を扱っていますので、よろしければチャンネル登録をしておいていただけると嬉しいです。今回はこのような内容を解説していきます。1960年代前半にスタールシュミット&マイワームを創業、1969年にはその名を改め、当時としては先進的だった砂型鋳造によるアルミホイールの製造を開始した ATS。 1970年に軽合金ホイールの製造を開始すると、その評判は瞬く間に知れ渡り、その後ポルシェが同社のホイールを採用するなど着実に事業を拡大。70年代中盤にはその需要に合わせファクトリーを拡張するなど、その勢いを急速に増していたのです。そんな中、 ATS のプロモーションの一環としてモータースポーツへのスポンサー活動に熱心だったのが創業メンバーの一人であるギュンター・シュミットでした。自身もレーシングドライバーとして活動していたシュミットは70年代前半からモータースポーツでのスポンサー活動を主導。1975年にはヨーロッパへ普通に参入するなど、その活動範囲を広げていったのです。するとシュミットは70年代後半、ついに F1 への参入を決断。当時アメリカのペンスキーレーシングが F1 にも参戦していましたが、彼らが北米での活動に専念するため F1 から撤退する意向であったところ、 ATS が彼らの F1 チーム部門の株式や機材を買い取り、1977年からチームとして F1 に参戦することになったのです。77年はペンスキーが前年の後半戦に投入したマシン PC4 に改良を施し参戦。このマシンはそれまでスポーツカーノーズを採用していた従来の PC3 から一転、ウェッジシェイプタイプのノーズに転換、当時多くのチームが採用していたコスワース DFV エンジンを搭載したマシン。76年はジョン・ワトソンがドライブし、第11戦オーストリアグランプリで優勝を果たすなど、3度の表彰台を獲得し、その戦闘力は十分でした。すると、この PC4 を引き継いだ ATS は、デビュー戦で注目を浴びることに。ドライバーにジャンピエール・ジャリエを起用し、一大体制でシーズン途中から参戦しましたが、初戦となった第4戦アメリカグランプリで、いきなり6位に入り入賞を果たしたのです。しかし、その後のレースでは苦戦を強いられることに。翌第5戦スペイングランプリでは予選落ちを喫し、F1 の厳しい世界を痛感すると、その後もノーポイントレースが続くことに。シーズン後半は2大体制に参戦規模を拡大し、第11戦ドイツグランプリではドライバーとしてハンス・ヘイヤーが起用されましたが、このレースではヘイヤーがとんでもない事態を引き起こすことに。このレースで予選落ちに終わってしまったヘイヤーでしたが、決勝レースの出走資格がないにもかかわらず、スタート直後にピットからコースインしてレースに参加。ヘイヤーはオフィシャルに気づかれる前にギアボックストラブルでマシンを止めたものの、ヘイヤーのこの行為は問題となり、その後彼が F1 で走ることはありませんでした。その後 ATS の2代目にはハンス・ビンダーが収まりますが、ジャリエともども入賞を果たすことはできず、初戦の結果がベストリザルトに終わったのです。そこでシュミットは翌年に向けてチーム体制のさらなる強化を図ることに。この年限りで撤退を決めたマーチの資産を買い取り、チームの拠点をドイツからイギリスへ移転。自社でオリジナルマシンの開発を手掛けることを目指し、スタッフもマーチからその多くが流入することになったのです。こうして78年からはコンストラクターとしてマシンの独自開発も実施。この年チーム初のオリジナルマシンとして投入された HS1 はマーチの共同創業者であるロビン・ハードが設計。 PC4 をベースに改良が加えられたマシンはトレッド幅が縮小され、ドラッグの軽減を狙って前後ボディカウルを小型化。独自マシンで改めて F1 での成功を目指したのです。
この年は開幕から第13戦まで起用されたヨヘン・マスを中心に、前年も在籍したジャリエ、この年が F1 デビューイヤーであったケケロズベルグなど7名のドライバーを起用しましたが、入賞を果たすことはできず、2つの有力チームを買収し万全の体制で挑んだはずが、約半数のレースでは予選落ちを喫する厳しい結果となったのです。HS1 で厳しい戦いを強いられたチームは、シーズン後半にはジョン・ジェントリー、グスタフ・ブルナーが設計した新車 B1 を投入。マシンは ATS として初めてグラウンドエフェクト構造を採用したマシンとして投入され、翌年にはアップデートにより D2、D3 と進化。79年の最終戦アメリカグランプリでは、ハンス・ヨアヒム・スタックが5位入賞を果たし、ようやくその成果を見せ始めていたのです。翌年はさらなる改良版として D4 が投入されましたが、81年の前半まで使用され、一度もポイントを獲得することはできず停滞。 ATS は F1 で躍進を見せることができていなかったのです。チームは開発資金やリソースの問題から、81年に入ってからも D4 を引き続き使用していましたが、チームは81年の途中から新車 HGS1 を投入。マシンは投入当初予選落ちを繰り返したものの、第9戦イギリスグランプリではスリムボルグッドが6位入賞を果たすなど、久々のポイントを手にしました。すると翌1982年は一時1台体制に縮小させていた参戦希望を2台に戻し、 HGS1 を改良した D5 で2度の5位入賞。ギリギリの戦いの中、 F1 に踏みとどまっていたのです。すると翌1983年、 ATS は革新的なマシンを世に送り出すことになります。 F1 では1982年限りでグラウンドエフェクトカーが禁止され、各チームは翌年に向けてそれまでのマシン設計の見直しが求められることに。 ATS も78年の D1 から長くベース設計を引き継いだグラウンドエフェクト構造のマシンを投入してきましたが、翌年に向けて大きな再設計が求められることになったのです。そこで一度チームから離脱した後、83年に ATS に復帰していたブルナーは、従来の F1 マシンの製造手法を大きく変える方法を取り入れることに。それがメス型の型に軟化させたカーボン素材を流し込んでモノコックを成形するメス型成形モノコックの採用でした。オス型の型で成形する従来のオス型モノコックは、その製造工程上車体の表面が粗くなってしまうため、ボディカウルをモノコックにかぶせなければなりませんでしたが、車体表面が滑らかに成形できるメス型ではモノコックの上からカウルをかぶせる必要がなく、軽量化に大きく貢献。さらにオス型よりも曲面成形を得意としたことから、空力デザインの自由度が増したのです。カーボンモノコックは80年代前半にすでにマクラーレンなどが採用していましたが、いずれもオス型成形であり、メス型成形を採用したカーボンモノコックは ATS が初めて。この手法は後にフォーミュラカー製造の一般的な手法になる革新的な方法だったのです。こうして1983年の ATS-D6 はこの革新的なメス型成形のカーボンモノコックを採用。さらにエンジンも長年採用してきた NA の DFV から、当時の F1 で技術進歩が著しかったターボエンジンを初めて採用。前年から本格的に F1 に参入した BMW の直列4気筒ターボ M1213 エンジンを搭載したのです。この年チームはマンフレッド・ビンケルホックを起用して1台体制で参戦しましたが、予選では中盤戦以降安定してトップ10に食い込むなど速さを見せることに。レースでは信頼性不足が響き、ノーポイントに終わったものの、存在感を見せることになったのです。そしてチームは翌年改良型の D7 を投入。この年搭載する BMW エンジンはハイニマーダーチューンとなりましたが、ターボエンジンの進化は著しく、予選では5バールのブーストで1000馬力を超えるパワーを発生。この年も序盤戦で予選上位に食い込む走りを見せましたが、マシンの信頼性は依然改善せず、リタイアを連発。シーズン終盤には予選順位も下がっていき、その勢いは失われていきました。
そんな中、終盤戦には当時 BMW がサポートしていた若手ゲルハルト・ベルガーが BMW の後押しもあり、 ATS からスポット参戦を果たすことに。ベルガーはデビュー2戦目となった第14戦イタリアグランプリで6位フィニッシュを果たしましたが、この年の ATS は1台体制でのエントリー登録がなされていたことから、2台目の参戦となったベルガーのポイント付与は認められず。さらにベルギーグランプリではビンケルホックが一時3位を走る活躍を見せましたが、電気系トラブルでリタイアに終わり、上位入賞のチャンスを逃すことに。チームはこの年も速さを見せながらノーポイントに終わることになったのです。そして速さの原動力の一つとなっていた BMW が ATS の信頼性の問題に懸念を示し、この年限りで ATS との関係解消を決定。ターボエンジン最盛期の時代に代わりのサプライヤーを見つけることができなかったシュミットは、この年限りで ATS の F1 撤退を決断したのです。F1 では成功を収めることはできなかった ATS ですが、彼らが生み出したメス型成型モノコックはその後フォーミュラカー設計の基本となるほど一般的なものに。シュミット自身は1988年にドイツのアルミホイール製造会社リアルを買収し、 ATS と同様ブランド知名度を高めるために F1 に参戦させるなど、その後も F1 チーム運営に携わりました。70年代から80年代にかけて F1 に参戦したホイールメーカー ATS、 結果を残すことはできなかったものの、革新的な技術を F1 に残すことになったのです。いかがだったでしょうか。今回は ATS の歴史エピソードについて解説しました。このチャンネルでは F1 グランプリに関する様々な検証、解説動画を扱っていますので、よろしければチャンネル登録をしておいていただけると嬉しいです。それでは今日はこの辺で。